攻撃には出られない。そしてアンダースローシュート決まりました。7番の藤井紫耀いきなりやりました。8番の永田美香前に出ている。そう、ここは通った、決まりました。10番の川崎美穂です。ここです、これ当たっている。13番の佐原当たっている。そしてここ割れた、最後得点7番の北琴美。北がリベンジします。そしてランパスワンツーからシュート決まりました。高松桃、ミラクル桃しています。さあ泉、泉が取って、あと2番のボールはここはレフェリングです。選手やっぱりみんなもう本当に私もいろんな選手を見てきましたけど、7番の北サイドシュート決まりました。はい、まあ、それのうまいやっぱりこうゲーム展開を見せました。場内からもおーという声が出た。キーパーの泉止めている。さあ速攻に出ると、橋本ナイスシュート。ここ銀行1対1になる。シュート終わってキーパーセーブした。12番の斉藤香織安定感が光ります。さあ藤本さん、はい、今日の試合4